明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。明けましてなんですけども、本当はまだ明けてません。今日は12月30日です。釣り納めです。今日が本当の。でも多分編集が間に合わないと思うので、明けましてだと思います。今日はですね、鹿児島県の大野津の方に来てます。川島くんのお父さんがですね、段取ってくれたんで、ケンさんとですね、来ております。ケンさんも明けおめです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、残念ながら川島くんのお父さんは違うところに行っちゃいました。2人で今日は2人で頑張ります。初めて来たんで全くわからんですけど、こんな感じのところです。こんな感じのところです。今日はなんか人気の場所らしいです。ここかわしまくんのお父さんが言うにはですね、ブチブチ切られるらしいです。サイズが細いと。さあ、なんかお長も混じってるみたいなので、今日はケンさん楽しみですね。はい、ガンガン釣りましょう。釣れなかった時はあのポーズをさせていただきます。伝説のポーズをしますか。はい。手前から攻めていきます。さあ、今年もよろしくお願いします。まだ開けてませんけど、なんか今日風ないですね。ほんと釣りやすい。毎回こんなだったらいいんですけどね。マジ風ない、流れもない。流れもないですね。一投目から来たら嬉しいですけどね。マジで流れねえな、こっちは。先端が良かったかな。あっちなんかちょっとありそうですね。あ、全然流れんわ。来たよ、なんか。おお、やばい。やばいやばい。やばいやばい。なんだろう。生き返り一発になったですね。おお。なんだ、うわ、なんか白い白い、白い、うわ、マダイ、マダイか。うわ、マダイ、今年一発目はマダイでしたね。
でかでかマダイです。マダイ、でかでかマダイでした。でかでかマダイ、ケンさん釣れんですね。釣れん、マジ釣れんすね。やばいっすよ、こんなあのポーズの練習先に行かんのに。ははは、ははケンさん来ました、坊主回避です。ケンさん、あとは僕が坊主を回避するだけです。連発ですけど、あ、あ、お長ですか。あ、お長がマジ言うって言ってましたもんね。遠投ですか。少し遠投で、熊崎少し手前に行きながら右に流れてきたんです。ああ。今はもう全部左に出てるんです。今左ですか。ハリス何号ですか。17号です。ああ。うわ、ここもやべやっすね。やべややべや。来ました、何か来ました、何か来ました、来た来た来たけど、これは小さい小さい。これはまだ釣ったとは言えんですね。お長です。ケンさんヒットです。ケンさんすげえ、もうすげえ今日。サイズアップじゃないですか。サイズアップでしょ、ちょっとサイズアップでしょ。やばい、マジで。ちょっと手前の方ですね。あ、マジっすか。とりあえず30オーバーを1枚。とりあえず。あ、すげえっすね。すげえすげえ。すげえ。いや、俺マジやべやっす。なんで？なんで？なんで？回避か？坊主回避か？回避なるか？これは回避っぽい。お願いします、回避してください。もうほんと、うわ、なんか白い、いや、なんかこれ違う。あ、あ、回避です、回避です、ボス回避でした、回避です。
やったぜ、お長でした。しゃあ、よかった。いや、お長でもよかったっす。小さいかな、今度は小さかった。小さかあざす。お、金さんの釣果です。めっちゃ釣ったですね。40くらいがやってきたくらい。ああ、これとこれでしょ。うん、ああ、40くらい。てか、あとお腹だ。あ、これが渋とか。あ、お腹そうっすね。いやー、残念。何が残念かって、マダイが逃げたのが残念。あれ、一回見たとき、お腹もうこう。でしょ？うん。もう死んで、あ、死んでるんだ。いや、だけど俺ももう死にかぶってるけんですね、うん。油断しとったんですよ。騙されて。あれ、演技だったですね。演技です。あれ、演技ですよ、間違いなく。川島君のお父さんです。今日、あざした。あざした。ダゴです。ここでかいっすね、これ。40超えてるんじゃないですか、これ。うん、スタートしてるんですか。スタートしております。どうしてありがとうございました。大塚行きでした。いや、午前中まで本当に何も釣れんかったんですよ。マダイが50センチぐらいの釣れて、あれ、リリースしました。ありがとうございました。天然リリースですよ。また今年もよろしくお願いします。